パッと見ですごい変わるわけではないのに、うん、鏡を見るとあれなんか綺麗になってるみたいな。皆さんこんにちは。お久しぶりの方もいると思います。メガマソーギターの良平です。今日はですね、ビジュアル系女型メイクを皆さんにご紹介ということでやってまいりました。今日のですね、僕のメイクを、担当してくださったのは、リカエさんです。はい、リカエです。よろしくお願いします。普段はメイクアップアーティストとして活動させてもらってます。あとは美容家として、食事のことから睡眠、肌のこと、トータル美容をさせていただいてます。よろしくお願いします。それではメイクスタート。今回カラコンはヘーゼルという色を使っています。ビジュアル系の女型というテーマがあったので、僕が普段つけているカラコンよりはちょっと直径の大きめなものを入れています。 14.5mm ですね。このぐらいだと、メイクにも負けない目力が出せるかなと。まずはハイライトとシェーディングについて。ツリーのハイライトとシェーディングなんですけど、ツヤがあってとてもいいような感じで出やすいですね。肌に透明感が出て、で色も結構しっかり出るので、細くしたいとこと、しっかりこう膨らみが出したいとこはとてもいい感じに仕上がると思います。次は、コンシーラーについてなんですが、クレドフォーポーテのコンシーラーで結構カバー力と保湿力が抜群にあるんですね。で実際につけましたっていう感じが一番出ないコンシーラーだと思ってます。全然僕も塗っていただいて、うんうん、パッと見ですごい変わるわけではないのに、うん、鏡を見ると、うん、あれなんか綺麗になってるみたいな、はい、手で本当に細かく消してあげると、はい、本当にほくろとかちょっとしたシミとか綺麗に消えるので、うんうん、結構万能です。目の周りにあんまりコンシーラーとかを塗ってしまうとシワとかキメに入りやすいので、後でクマは違う対処法でやります。次はパウダーファンデーションについてなんですけれども、はい、僕あまりこれでいつも使ったことがないので、パウダーファンデは普通リキッドつけてで粉おしらいつけてパウダーファンデとか、ね、あとはパウダーファンデだけとかいろいろあるんですけど、はい、私はだいたいコンシーラーの上にもうパウダーファンデをパフで優しくこすらない感じでつけるんですね。そうすることによって隠したところをよれさせないようにしてあげるのと、あと化粧持ちが朝化粧しても夜まで持つ、でも下手してまあいけないですけど寝ちゃっても取れてないぐらいの勢いとつけたすぐはなんかとても厚ぼったく見えちゃうんですけど、時間が経つと本当に素肌が綺麗な感じに仕上がると思います。次は練りのファンデーションについてなんですけれども、資生堂の練りファンデなんですけど、一年中使えるタイプなんですけど、やっぱおでこと顎のラインとかは鼻の下とかはどっちかというとあんまり濃くファンデーションを塗らない方が薄化粧に見えるっていうことなので、軽くちょっとカバー力もあるっていうので今回そちらを使わせていただきました。次はフェイスパウダーです。クレドポーボーテのフェイスパウダーで私は一番綺麗だと思うんですね。紅花が入ってて肌をきめ細かく見せてくれるパウダーを薄く全体に塗っていきました。なんか塗っていただいたら、その鏡とかで自分で見てもちょっと元気になってきたって言い方おかしいんですけど、なんか顔色も少しそこで変わってくるんですかね、顔色も変わってくるのと、あと毛穴もちっちゃく見えるのと、あと時間が経ってもやっぱり断然綺麗だと思います。次は、さっきもちょっとね言っていたんですけれども、目の下のクマ隠しについて、はい、クマには軽くアイシャドウとかチークとかそちらを使わせてもらうんですけど、オレンジ系がやっぱり一番消えると思うので、今回はイエローとレッドをちょっと、混ぜてオレンジを作っていきました。それを軽く目のクマとか、あとはゴルゴ線っていうのかな、目の線のところに入れとくと最初は強力な感じで出る感じなんですけど、時間が経つと全然色の効果でクマが見えなくなります。次はここからアイメイクなんですけれども、アイライナーまず、アイライナーはちょっと焦げ茶っぽい色で最初ちょっと薄く引きました。ラインをどういうイメージっていうのもあったんですけど、次に濃いのを入れる下準備で入れました。形とかは今回はそうですね、結構線を強調する形なのでスッと長く引いたりとか、形はもう切れ長々みたいな感じの形ですね。そちらの方が例えば男性にメイクする時でも女性っぽさが出たりとかっていうのもあるんですか？でも男性でも全然切れ長にする場合もあるですけど、今回はちょっと女性的にこうカーブをつけた切れ長みたいな感じですね、
次はその上からジェルライナーで形を作っていただいたんですけれども、うん、三吉さんのジェルライナーを使わせていただいたんですが、やっぱりもうあの歌舞伎とか舞台メイク用のを使いました。その方が黒がとても綺麗ではっきり出るのでそちらを使いました。三吉さんは実はあのビジュアル系バンドでもよく使われるメーカーさんで、はい、やっぱりステージでも、ね、汗をかいても落ちにくかったり、はい、あと本当おっしゃる通り遠目に見てもすごい綺麗に見えるというのが人気で、はい、バンドマンもよく使ってます。このジェルライナーで描いていただいたところをこう微調整のために綿棒とかでいろいろされていたと思うんですけれど、そう、あの綿棒でラインを整えるっていうのと、あとルミコさんのクレンジングのついた綿棒で結構綺麗に整えるっていうのをやってました。結構三吉さんのジェルライナーって色はすごい出やすいんですけど、にじみが出たりするのでそこを綺麗に処理するのには綿棒を持ってた方がいいと思います。例えばその綿棒の使い方のコツとか引き方とかってありますか？綿棒はもう本当に線をきれいに整えるっていう感じで、線がきれいな方がメイクってきれいに見えるので、そこを自分が引きたいような線をそこを削ぎ取ったりするのには綿棒が絶対必要ですね。であと色がどうしても落ちないときはクレンジングがついた綿棒なんかはそこのところきれいに取れます。次はアイシャドウなんですけれども、こちらはどういう形で？黒のアイシャドウはジェルライナーを抑えるのと、あとちょっとぼかしを入れたいとこに使うっていうのと両方です。やっぱりあのジェルライナーだけだとぼやけちゃうので、そこをちゃんと抑えてあげて、その後にちょっとこうぼかしとかあった方が綺麗なとこはぼかしてあげる。ぼかしてあげる、はい、ということはもう塗っているところも上からさらに重ねてしまって、そうですね、うまく抑える、はい、よれなくなりますね。はい、次はペンシルアイライナーでインラインとかも埋めてもらったりしたんですけれども、うん、シャネルのウォータープルーフのペンシルライナーはとても粘膜とか塗るのも痛くなくって、うんうん、スムーズに塗れて、あとウォータープルーフなんで落ちにくいですね。そちらを使わせてもらって粘膜とか、あとはまつげの際とか全部きれいに黒く塗りつぶしていきました。こういうアイメイクだと、うん、粘膜の部分に入れていただくかいただかないかで近くじゃなくて遠目に見た時でもちょっと締まり方が変わる気が僕するんですけれども、うん、全然変わります。あの、はい、目立っちゃうんですよ、周りが黒いから。わざとにそういうするメイク時はあれなんですけど、はい、目元を黒くする時は粘膜もきれいに塗ってあげた方がきれいです。ここで白を入れていただいたんですけれども、うん、目頭に白を入れました。白を入れることで目の白目が綺麗に見えるっていうことで入れさせていただきました、うんうん、白を入れていただいた後に今度はグレーですね、うん、グレーはあの、はい、ちょっとラメが入った、はい、もう限定で今はもうないものなんですけど、はい、そちらを中央から目頭側にグラデーションで入れて、あとは目の下の目尻側に両方入れて光とグラデーションを出しました。これはやっぱり順番的にはまず黒のアイライナーで形を作ってから白、うん、グレーが一番綺麗に乗るっていうことになるんですか？そうですね、綺麗に出やすいと思います。作りやすさもあるってことですね。そうですね、うん、次は赤のシャドウを入れていただいたんですけれども、これは入れ方のコツなどありますか？これは目の下にやっぱりこう女性らしさとか明るさとか出すので、三吉さんのチークをアイシャドウとして使わせていただきました、うん、とてもあの発色がよくってポイントになると思います。この三吉さんのチークはやっぱ落ちにくいっていうのはありますか？そうですね、普通のチークよりも。あの普通にあのファンデーションとか塗らなくても色が出るので、やっぱり発色はすごい綺麗ですよね。次はまつげでビューラー。そう、ビューラーはやっぱり元々のまつげをちゃんと上げて、あとはちっちゃいのを使ったのは上げにくいとか、目尻側をちっちゃいビューラーで上げてみました。上げるときにプロのテクニックみたいな部分ってあったりしますか？力を入れすぎるとなんかカコンとなっちゃうじゃないですか、はい、ぐっとそこだけ急に角度、だからもうビューラーごとを上に徐々に上げるみたいな感じが、本体も上に上がっていくみたいな、そうこういう風な感じで上げて、うん、で強く柔らかく柔らかく柔らかくみたいな力もこう本当に最初はソフトからやってあげると失敗しないと思います、うん、次はですね、またアイメイクのポイントの一つでもあるつけまつげなんですけれども、今回使っていただいたのはすごいインパクトあると思うんです。キャリーちゃんのつけまつげを使わせていただいたんですが、結構もうパッチリ長い束は全体的にあるわけじゃなく、部分部分に可愛らしい感じのつけまつげですね。
結構束感がこう極端に出てる感じですもんね、うんうん、で下まつげは反対にあんまり長くなく、はい、だけどちょっとずらしてつけてますね。あの垂れ目風にするのにちょっと目尻側を下に、まあ、黒く塗ってるので結構下げても全然違和感なく綺麗に仕上がってると思います。そうですね、全然違和感なく仕上がってると思いました。つけまつげの後はまたアイライナー。そうですね、やっぱりつけまつげをした後はちゃんとアイライナーを引いてあげて、はい、あと三吉さんのアイライナーはもう本当に色が墨よりも黒いぐらい黒いので墨よりも黒い黒いですね、はい、だけどその分綺麗に仕上がるので、はい、グラデーションにもなる感じで、はい、目の上と目の下の方も全部引かせていただきました、はい、ここでの形の作り方っていうのは最初の方とはまた違うんですか？そうですね、垂れ目をイメージして引いてます。次は眉毛に、インウィンのアイブローライナーですね。ほんと昔からあるんですけど、色といい細さといい最高にも使いやすくて、細い線がすごい綺麗に描けるのでそちらを使いました。結構この眉の色自体はとても薄いと思うんですけれども、うん、薄めにしようとかっていうのはあったんですか？一色しかないんですけど、芯が3本入って900円とかですごい手頃なもので、いつもずっとこっちをもう20年以上あるのが、もうほんとまだ前からあるような商品です。次は眉マスカラなんですけれども、うん、次の色にのせるやすいように眉を薄めな感じに整えて、ちょっと合わせるというか寄せるという感じですか？眉の。そうですね、はい。次は眉にちょっと色を足していただいたんですけれども、うん、そうですね、眉をちょっとピンク寄りにしたかったので、うん、でもあんまりピンクピンクするのもね良くないと思って、はい、ちょっとピンクレッドっぽい色を上にのせてみました。それはやっぱり今回のこのウィッグの色も あるのと、あとやっぱ目のアイメイク自体がとても主役というか強いので、眉にはそこまで目を活かせないとか馴染ませるっていうテーマですか？うん、そうですね、馴染ませてあげるのと、うん、ピンクとか入れてあげることで、うん、やっぱり目元も可愛くなるので、あんまり見えないかなと思ったんですけど入れてみました。次はチークです。そうですね、今回はゲランのリキッドタイプのチークを使ってみました。みずみずしさと次に塗る色の発色をちょっと良くしたいなっていう風に思ったので、なんか僕も塗られている感覚も不思議で、普段はもうちょっといわゆる粉が乗ってるって感覚なんですけど、うん、なんか要するに湿って水が乗ってるなという感じからの、ちょっと立つと本当に綺麗に発色が出て、色の出方は本当に綺麗なチークだなと思いました。この後に仕上げのチークとしてまた塗っていただいたんですけど、シャネルの今度はパウダーを塗ったんですけど、まあ、甘すぎるのも良くないので、はい、ちょっとこうラメ感の入ったレッド系っぽいチークを上から重ねて、下の部分に水を塗ってたんで、女性なんで上にあった方が顔も上がって見えるので、はい、位置的にもそこに入れてみました。次は口でリップですね。今回はプレトポーポーテの資生堂の限定のレッドのリップを最初にふっくら目に塗らせていただきました。これ色が本当にくっきりしていて僕は好きだったんですけれども、明るいレッドですよね、どちらかといえば。そうですね、次はグロスですね。シャネルのレッドピンクっぽいグロスをちょっと上に重ねてツヤと潤いを出してみました。その後ハイライトを入れていただきました。韓国コスメのスキャンダルっていうハイライトなんですが、これは本当に写真撮る時もそうですし、ものすごく綺麗に見える、でまあ、普段も綺麗に見えるハイライトなんですけど、まあ、鼻とかあとおでことかもこう丸みを出したいっていう感じの時はこちらを塗っていきます。であと顎とかの位置に、これはじゃあ全然普段使いもできるし、まあ、こういうちょっと濃いめのメイクとかでもどちらでも合わせられるっていう。はい、その後にまた別のハイライトを入れていただきました。鼻高パウダーって言って、はい、鼻に塗るハイライトなんですが、やっぱり中心が高いとか綺麗なんですね。なのでそこにスッと入れさせていただきました。今回に関してはノーズシャドウは特には入れなかったんですけれども、入れてもいい感じだったんですけど、はい、でもまあ女性らしさとか可愛らしさを出すのと、まあ、良平さんの顔的にもお鼻も高いので、もうあえてなしでいきました。そしてここでウィッグをかぶってみました。今回はピンク系のくすんだロングのウィッグで、結構そうですね、お洋服とも相まって可愛らしさと、ただ可愛いだけじゃなくてちょっとなんか毒のある可愛さというか、そんな雰囲気が出せたと思います。
ウィッグをかぶった後はハット型のヘッドドレスをつけたんですけれども、実はそのヘッドドレスもすごいボリュームあるんですが、もう少しキラキラ感とかも足したかったので、ネックレスを実は頭にまず最初につけてからこのハットをつけています。でこのハットなんですけれども、ドレスの色が青が結構多いので、ハットは青にしようということで、青の花のついたボリューム感のあるヘッドドレスをつけています。少し髪の毛の色とかヘッドドレスとのバランスを見て、口の色を変えようという話になりましたね。ちょっとピンクのグロスをプラスして上に塗ってみました。可愛らしく仕上がりました。皆さんいかがでしたか？今日のですね、メイクのポイントって多分いろいろあったと思うんですけれども、一番ここだっていうポイントとかって理解さん的にあったりしますか？今回はやっぱり線と、はい、あとグラデーションとを混合させてるとこですね。線を強調しながらも女らしさもだし、あとグラデーションで綺麗に見えにくいけどきちっとやってるっていうとこがすごいポイントになると思います。僕もですね、いつもいろいろなメイクさんにメイクしていただいているんですけれども、リカエさん流の方法がもう確立しているので、順番とかもこういう順番で入れていくんだとか、あとここではこれを使わずにでもこっちでこれを使うんだみたいな、そういうすごい新鮮な驚きもたくさんありました。ありがとうございます。ありがとうございます。このチャンネルではですね、僕のメイク動画も他にもたくさんアップされていますし、もうそれ以外にも本当に参考になる動画が、たくさんアップされています。ぜひぜひ皆さんチェックしてください。それではありがとうございました。バイバイ。